皆さん、こんにちは、稲田スイです。本日もマイクラフ、あれ？マインクラフトをやっていきます。今日ですね、いつもとちょっと変わったことをしています。マイクラの画面なんですけど、いつもはちっちゃい画面でやっています。なんかね、風の噂でちょろっと聞いたんですけど、ちっちゃい画面で録画するよりも大きい画面にして録画をした方が、編集をして YouTube にアップした際に綺麗に映るという噂をちょろりと聞きまして、どんなもんなのかなと試しにやっております。ただちょっとね、画面が重たすぎて処理能力が追いつかなくて落ちちゃうこともちょっと可能性的には考えられるので、今回は試しということで。で、もしその大きい画面でやったのとちっちゃい画面でやったので大きな差があるようだったら、今後ちょっと考えていきたいなと思います。もしその感想等ありましたら、ツイッターの方でお願いします。私はYouTube の方にコメント書き込み欄は削除、コメントを載せないという方向に今しているので、ご意見等ありましたら、ツイッターでお願いいたします。ということで、今日は、大きい画面にして、ちょっと困ったことがあるんですよ。録画時間が見えない。ノートパソコンで撮っているので、一つの画面で、ちっちゃい画面だと左上に録画ソフトのタイムをこう出して見てて、でマイクラやって30分前後になると、終わりにしてるんですけど、ちょっと今日はそれが見えないので、シリに手伝ってもらいたいと思います。ヘイシリ。タイマー25分。お願いします。ということで、本日は前回見つけた渓谷の緑の苔、こちらをね、何だったかなということで見に行きたいと思います。ここですね。そしたら、こっち側にあれがあったんだよね。こっちから掘っていく感じ？ううう。そうだよね。こっから掘っていこうかな。で、暗くなってきたから、一回ここで寝ましょうか。で、なあ、スポーンブロック見えてるし、あそこに。何のスポーンブロックなんだろう。あれ？間違えちゃった。ピッピさんだ。あ、起きた。嫌だ。いた。びっくりした。おお、ということで、ゾンビーさんのスポーンブロックした。渓谷自体はここでおしまいなんだ。よいしょ。で、合間合間にこう洞窟の切れ目があるみたいな感じ。
わお、あ、奥にもあるんだ。これは痛い。じゃあ後にしかな。ここは深そうだな。よし、とりあえずここはいい。ということで、ここ開けてみたいと思います。よいしょ、せーの、ドン。うん、あ、名札があった、やったね。もらって帰ろう。満杯になってしまった。ここからどう上がるかだよね。ちょうど、時間も、シリが鳴っていい感じなので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。村がとんでもないことになってるんだけど、処理がうまくいってなくて。ということで、今回は、苔の生えた石を、見つけたので、それを見に行ってきました。モンスターじゃないっけ、ゾンビのスポーンブロックでございました。これでね、経験値トラップとか作れたらいいなと思います。いや、いいもの見つけました。蜘蛛の糸もちょっといただけたのでよかったな。次回は、そこの渓谷で見つけた、反対側か、まだあのマグマとかの滝があった方をまだしっかり見れてないので、そちらをちょっと見ていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。稲田スイでした。またね、バイチャー。